どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今人気大絶頂、あいみょんさんの歌う曲で、TBS ドラマ、極楽レストランというドラマの主題歌になっている曲でございます。真夏の夜の匂いがする。こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。やったー。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超簡単バージョン。後半はあの独特なリズム、かっこいいリズムでこうね、こう作り上げていくかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。今回簡単バージョンということなんですけど、1個だけちょっとこのコード、G というコードが出てきますからね。ここ要注意です。これ途中で解説しますんで、ちょっと途中の解説どこまで行ってみてみてください。さあ、大好きな曲、憧れの曲、いつも聴いてる曲、今度自分で楽器と一緒に演奏して歌ってみませんか。弾き語りって言うんですけど、これがまたすげえ楽しいんですよ。皆さんにもぜひこれを体験してもらいたいです。カラオケとか CD 聴くのとはまた違う音楽の楽しさですからね。ぜひ始めましょう。とはいえ楽器とか私は無理ですとか苦手なんですとか、そういう方もいらっしゃるでしょう。ウクレレさんが助けてくれます。もう簡単なんですよ。弦も4つしかないし、あとちっちゃいので、いつでも触っていられるっていうのがいいんですよね。ぜひ皆さんこれを機に、ウクレレで音楽を始めてみましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで動画を見ながら、ウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますからね。で、他の楽器できる方、ピアノとかギターとか、もおすすめです。やっぱりね、いろんな楽器で音楽を奏でてみると、またちょっと新しい発見があると思います。ぜひ始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。ここのね、初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに、こう、動画を見ながらウクレレ触ってるだけでね、私できちゃったってすぐなりますから、楽しいですね。しかも YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見れるし、無料ですから、始めましょう。じゃあリンク貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこには私ガズが今まで取りためたありとあらゆる音楽の超簡単ウクレレレッスン動画が700曲以上もすでにアップロードされています。最新 J-POP から定番の J-POP、昭和歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソングもちろんあります。アニメソング、映画の曲、もう何でもある。あらゆる曲をウクレレで簡単にしようというのがこのテーマになっております。さっきのね、リンクのところの行くと、曲名検索とか歌手検索とか、ジャンルボックスから選べたりとか、いろいろ曲探せますんで、お気に入りの曲、どんどんやりましょう。さあ、早速行きましょう。真夏の夜の匂いがする。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー。この人生
真夏の夜の匂いがするあいみょん、なんともこう独特な怪しい雰囲気のする、面白い曲ですよね。はい、今のはガズレレ流ショートカットバージョンです。フルでやりたい方は2番の歌詞とかこうコードを書き足していくと、できるようになりますのでやってみてください。で、テロップと一緒にできるようになった方は自分でノートに書いて、それを見ながら自分だけで演奏して、いうふうにできるようにしていきましょう。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。はい、こんな感じですね。これイントロやって、ここ、ここ止まるとか書いてあります。はい。で、この辺から A メロが始まっていきます。ちょっと言葉がすごいですよ。もうほぼラップです、この辺はね。で、こう感想が入ったりなんかしますからね。はい。見てください、このぎゅうぎゅう詰めの言葉を。なんで、これよりもちょっとテロップを見て書いてもらった方がいいかもしれないんですけど、まあ一応、ざっくりね、全体像を見ていただくということでございますと。はい。で、そうですね、この辺から、まあ、B メロになって、これ、この辺からサビになるんですけどね。ここでほら G っていうコードが、あんまりガズレレが出てこない G が登場します。これはね、ちょっと避けられない。じゃあ後で解説しますからね。ちょっと一時停止でひとまずメモっておいてください。ですか？あ、で、ここだけちょっとね、面白いからくりがあるんで、後で、今は Am でやったんですけど、かっこいいバージョンではここちょっと動きが出てきますからね。後で解説しますからね。はい。一時停止でね。はい、こんな感じでございます。で、今のやったガズレレショートカットバージョンは最初からずーっとやってきて、サビやった後にもうブリッジパート、カート置いて裏切れなかったんだ、ここね、やって、やったら、ここまで来たら、またサビに行って、今度イントロメロディをやって終わったというショートカットバージョンになっておりますので、参考にしてみてください。じゃあ出てくるコードの解説をどんどん行きましょう。今やったコードはね、このコードなんですよ。C と Am でしょ？ D7 と E7 でしょ？Em7 と、はい、噂の G です。はい、いいですか？まずこの C と Am と D7 と E7 と Em7。この5つは超入門コードグループの仲間ですからね。まずこの5つ、ここでマスターしよう。これはいつも出てくるやつなんですけど、ガズレレ必須コード。コードっていうのは星の数ほどあって全部覚えようと思ったらもう本当大変なことで、そもそもその必要もないです。で、どうしようかってなった時に、ウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、ウクレレにとってものすごく仲良しのコード10個ぐらい、最初に覚えてください。それをこのガズレレ必須コードと言ってます。10個のコードって言うとわっと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらね、例えば指1本のコードもいっぱいあります。こういうのをね、わかりやすく頭にスッと入るように、解説している動画をこの私が以前撮ってるんですよ。ここでコードの勉強をしてください。この動画でね、この10個はマスターできますからね。よろしくお願いします。じゃあ今日、どんどん深めていきますよ。さっきから何回も話題に出てる G というコードをやってみようと思います。G ね。これです、これ。これはですね、ちょこちょこたまに出てくるんですけど、やりますよ。まず押さえる場所を解説します。押さえる場所は、ここと、ここと、ここの3つです。いつも G7 はここと、こことここでしょ。ここがここに変わっただけなんですけど、結構ね、私の押さえ方はこうです。ここ人差し指、3弦の2フレット。中指が1弦の2フレット。で、薬指が2弦の3フレットなの。これがガズリ押さえ方でございます。これを今からやる人はこれをおすすめするんですけど、この3つをここに人差し指ピシッと押さえて、ここをちょいと立てるんでもいいですよ。まあ、つまりここの3つが鳴ってればいいわけですから。はい。これ G というコードが出てくるんでびっくりしないようにしてください。では、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、ちょっと1箇所だけ、ここにこだわりたい。ここです。ここ、Am から C、Ad9、Am7、D7 って書いてある。まあ、これ、テロップ見てください。ここね、一個ずつ下がるんですよ。ちょっと見てください。ね、コードネーム後からやりますけど、まず最初、Am から、Am ってここでしょ？ここ一個だけでしょ？次、C、Ad9 ってここ一個だけなんですよ。ね、一個下がった。その次、Am7 って何にも押さえない、コード。その次、D7 ってここですよね。そうするとどうなるか。こんな感じです。だんだん降りていくでしょ。でこれを一箇所入れたいんですよ。ちょっとほんと細かいとこですけどね。ちょっとそこをやってみようか。あー、気づけばほら、踊らされる癖になってる。ここ。ここで、Am、C アドナイス、Am7、D7。はい。ということです。そういうわけで、C やアドナイスっていうのはここ一個だけ。はい。Am7 っていうのは何にも押さえない。これが使うコードです。簡単でしょ。この一箇所だけ、回される癖になってる、抜け出せない、ここの B メロのとこですね。ここで
このコードをちょっとだけやって、難しかったら Am のまんまでもいいですからね。はい、このコードをやって使ってやってみましょう。ここからリズムの解説いきます。リズムちょっとこれ面白くて難しいと思うんですよね。まず大まかに2つのリズムのパターンです。前半はこんな感じ、ヨンダッタッタッドンドンツッタッタッタンツッタッタンタンツッタ、これね結構難しいです。これカッティング入ってます。ドンダッ、ほら止めてるでしょ。はい、カッティングが入ります。8ビートとカッティングの合わせ技です。ダンダッツクタッダンダッツクタ、これね、このカタカナ表記が一番分かりやすいと思いますね。これを言いながら弾いてみる。ダンダンツクタッダンダンツクタッダンダンツクタ、このツクのとこがカッティングです。ダンダンツクタッダンダンツクタ、このダッダッ、このダンダンの時も一回止めてたりするんですけど、口で言ってください。ダンダンツクタッダンダンツクタッダッ、しかもちょっとシャッフルっぽい感じ。この雰囲気はね、まず口で言うのが一番いいと思うな。タンタンツッタッタンタンツッタッタンタンツッタッタンタンツッタ、こんな感じのリズムが前半とイントロとね。はい、で、途中から8ビートのチャになります。タンツタンタツカタンツタンタツカタンツタンタツカタ、これは疾走感満載のガーッと突き進むやつです。なんでこれ、このワンブロックに8回カウントっていう計算の方がいいと思います。さっきの初心者3バージョンの方は4回カウントだったんですけど、ちょっと、カウントのね、リズムの取り方がちょっと変わるかなっていうイメージの方が分かりやすいかもしれないですね。なんでこのサビのところのこの G と Em7 のところをやるとこんな感じです。天の1,2,3,4,5,6,7,8 っていうふうに感情をカウントする感じの方が分かりやすいかもしれないですね。はい、こんな感じでやってみましょう。で、この2つのやり方、大きな2つのね、リズムの弾き方の解説動画、ここにやっておきます。これはですね、ウクレレのリズムのいろいろな弾き方というガズレレホームページの1枚なんですけど、そこからまず8ビートのチャというのが基本になるかな。はい、それを8ビートのチャという動画とカッティングという動画、まあ、この主に2つですね。これでちょっとやってみてください。で、ちょっとね、どっかレゲエっぽい雰囲気もあるんですよ。前半のそのカッティングのところは。レゲエビートっていうところもあるんで、もしかしたらなんかヒントになるかもしれません。なんかね、こう、レゲエっぽいところもあると。このリズムの合わせ技でやってみましょう。あとはテロップの中に止まるとか、こう、ダダとかいろいろこう、決めのね、ことが書いてあるんで、そういうのちょっと見ながら、デモ演奏に合わせてちょっと、自分の中に落とし込んでいってください。さあ、この不思議で怪しげなこの熱帯夜の感じがね、もわっとするような感じの、なんかすごい表現力だなと思いました。これを楽しんで、今まさに歌い時の季節ですから、楽しくワイワイ歌いましょう。それではいきますよ。真夏の夜の匂いがするガズレレ流かっこいいバージョンやってみーる。1,2,3,4。それと同じ香り、さまざまな色恋も踊り出す。今夜は私もその一人。てて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 。真夏の夜の匂いがする。私にはバカな危険な香り。いろいろな問題も溢れ出す。今夜は広いて頭を冷やす。もっと自由にグラスを片手に人生を謳歌、人生を歌おうか。遊んでいこう、簡単じゃないから、合わせていくんだ。
の夜の匂いがするあいみょん。やっぱこう独特のこの怪しい感じのね、ほんとなんか真夏のなんかこうグダグダ感が出てるっていうか、でもねサビになったらパッとこう爽やかになるような感じの、このなんか表現力がすごいなと思います。あとはこの早口言葉のねリズムの乗せ方難しいですからね、こういうとこも一個のあなんていうか打楽器みたいな、言葉も楽器みたいな感じで捉えちゃって、スコーンとリズムにはめていく気持ちよさも体験できると思います。どんどん歌いましょう。ありがとうございます。さあガズレレ楽しんでますか皆さん。はい、ガズレレ YouTube どんどんご活用くださいね。チャンネル登録なんかもぜひお願いします。ガズレレこの小さいグレレ一本持って全国飛び回っていろんなイベントやってます。皆さんぜひリアルイベントも来てください。あといろんな本出してます。ものすごいもうベストセラーになりまくってますんで、ぜひ皆さんもゲットしてください。そんなような最新情報この後ちょっとご案内動画引っ付けときますんで、お時間ある方もない方もぜひともこのご案内動画を見てください。よろしくお願いします。また見てくださいね。ではご案内動画どうぞ。はい、皆さんガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きます。9月の22宮城県イオンホール名取、その翌週9月29山形イオンモール天童です。はい、これはね東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがねこれ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがねそのイベントに来ると私のねあの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でもまあとにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さんこういうの本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなねこの水引きなんかもねあのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。